い、どうもこんにちは、リジェクター DQ10 です。お久しぶりなんですけども、ちょっと忙しくてゲームはやってました。で、今日ですかね、この新しいムーロンさんのやつ、キュララナのあのやつが来まして、ちょっと触りだけね、でもちょっと事前に見たら長そうなので、触りだけ、まあネタバレっていうところもありますんで、うん、アルベリさんでちょっとどんなものか行ってみたいと思うんですけどもね。謎を解くみたいですね、今回はね。はい、はい、キュララナビーチに来まして、うん、ハルベリさんで来ておりますが、うん、イベントですね。これ同じじゃないですか、去年と。水温よし、しびれクラゲの姿も見えないな。ムーロンさん、問題なさそうっす。まどろっこしいのはなしだぜ。スリルとロマンスの夏は唐突に始まる。ゴレ、若者たちに告げな。全く一緒じゃないですか。この夏最大の青春が大口開けて待って。てるってな。よし、お前たちお待ちかね、海開きの時間だぜ。イエーイ。全く同じなんですけど、去年と。全く同じですね。うん、同じ同じ。だっちゅうの。いやいや、ダメだから、眩しいから、もうダメだから、うん、だっちゅうの。いやいや、もう目のやり場に困るから、ダメだからって同じじゃないですか。ちょいとそこの夏の日差しがよく似合うお嬢さん、ちょっと頼みたいことがあるんだ。ビーチ中央の岩場にいるから来てくれよ。あ、この子水着は。そうだな、俺の手伝い水着屋にビーチのみんな一つ合言葉を、いや、渡してくれるだろう。真夏の海に乾杯だ。忘れるじゃねえぜ、岩場でわしは待っとるからの。うん、真夏の海に乾杯でしたっけね。これをチャットする。うん、ちょっと遠かったみたいですね。うん、真夏の海に乾杯、もう一回やんなくちゃいけない。うん、スイミヤちゃんが乾杯と。新作水着、お花のパーカー水着。うん、これですか。こんな感じのパーカー水着。うん、あの真ん中に行かなくちゃいけないんですよね。水着を着ないとダメだ。そうかそうか、ちょっと着替えます。はい、はい、ということで、着替えまして、これが新しい、真夏のパーカー水着ってやつですかね。うん、ちょっと覗いたら、手前の何屋さんでしたっけね、道具屋みたいな、あそこで、あれも200ゴールドぐらいで、何でしたっけね、スウェットスーツね、買えるんですね。うん、ちょっとこれは泳いでると遠いですね。うん、足ひれかなんかつけた方が良かったですかね。うん、結構時間かかります。こういう時はウェディがいいんですけどね、早いから。うん、あ、まだでした、まだまだ。あ、結構遠いですね、これ。泳がなくちゃいけない。最近はですね、ゲームはやってました、ちょこちょこ。何をやってたかっていうと、レギルラッソ、ラッゾでしたっけね、行きたくて、ハルベリーを、この人、もともと物理アタッカーなんですけども、典型的な、
ハルベリーを僧侶にを育ててまして、レベルあんまり上がってなかったんで、レベルを上げながら、お金貯めて、あれですね、防具クルーガーかなんか買おうと思ってですね、お金を貯めながらやってたんですけども、あとはまあ赤の錬金石とかね、一生懸命普段日帰り討伐めんどくさくてやんないんですけど、うん、きっちりやってですね、も石も取りつつレベル上げつつという感じで、B グループのヤム、レジーナ、タニア、あの辺がメタル迷宮ペアができたら、便乗規制してですね、レベル上げておりました。まだでも98ぐらいなんですよね。で、体制が何でしたっけね、怯えと混乱と呪いと、うん、ありがとうよということで、怯えと混乱と呪いと、あとブレスですね、その辺の装備をしなくちゃいけないんで、このハルベリが僧侶、陽子さんも僧侶で防具買い直し、はい、それからマキちゃんは天地でカカロンでという感じで、もう一つはまあキラパンちゃんですね、その4人で行こうかなということで、その3名、うん、ハルベリー、陽子、マキちゃんで、ね、を今ちょっとお金を貯めてクルーが揃えたいなという感じで、これで古びた用皮紙を1をもらったと、1ということは2とか3もあるんでしょうね、うん、そういう風に遊んでおりました。あまり他のキャラクターはあまり、何ですかこれは、さっぱりわからないですね。これはパーツに分かれており、うん、全く意味が分かんないですねこれ、うん、ちょっとカンニングしましたら、この浮き輪を調べろということで、ちょっと別のまた島なんですけどもね。でこれで古びた羊皮紙2を手に入れたということで、まあこんな感じで謎を解いていくんでしょうけども、家具とかね、また水着とか仕草がもらえるということらしいです。こんな感じでちょっと謎解きがたくさんあるみたいですね。もしまた動画撮ってないところで先は進めてみようと思いますけど、まあこんな感じで今回の夏のイベントがあるということで、で画面は一気に変わりまして、これは自キャラで達人クエストですね。最後にこれをやりたいと思いますが、うん、陽子さん旅芸人できてますが、今週のこの旅芸人と行く迅速なドラゴンガイア討伐と、2分30秒以内に倒せと、旅芸人を1人入れろということで、旅芸人陽子さん、あとはハルベリー、マキヤームできております。レンジャー、賢者戦士ですね。マキちゃんの賢者の龍眼が来ても、例の洗礼で、ゼロの洗礼ですかね、あれで解いてくれますんで、でもあれだけがめんどくさいのがこのドラゴンガイアなので、行きたいと思うんですけど、まずまあ B として、あとはまあ適当ですね、適当に回復とか攻撃とかしていって、ともし龍眼が来たらマキちゃんのゼロの洗礼で、消してもらうと、そうすると時間がね2分30秒以内に倒せると思います。はい、いう感じで最近は遊んでおりまして、またその準備ができたらですね、そちらも試してみたいと思うんですけども、うん、あとはまあお金を貯めながらレベル上げという感じですね。また夏のイベントもですね、龍眼来ましたが、これは呪文だったみたいですね。はい、はい、達人クエスト達成ということでございます。はい、まあイベントも楽しそうだったらやりつつという感じで、ぼちぼちやっていきたいと思います。はい、うん、ゴールドストーンですね。これは福引き券で、うん、うん、現物ですけどもういらないですねということです。はい、ということでまたネタができたらお会いしましょうという感じで、お疲れ様でございました。はい、またお会いしましょう。はい、さよなら、どうも。